そんなモンスターいたな。蛇は死んでカエルは生きてたのか。すげえ。尻尾から入った可能性はないの？食われた蛇が消化されきれずに出てきた可能性だと。カエル強え？こうしてバジリスクが生まれたのか。蛇に睨まれたカエル恐るべし。肛門で遊んではいけません。蛇に興味があった。カエルに食われる蛇とか、蛇界の面汚しよ。ベビータ。何蛇？捕まえたらペットショップに売れる？ハブだな。知らんけど。青大将とかそんなもんだろ、知らんけど。シマヘビ？青大将僕もある。あなたが唯一信用できそう。こいついくら？シマヘビとか青大将は稀に売ってる。ピンキリだけど5000円くらいか。トビトカゲの羽がヤバいと俺の中では第二。これもうとりじゃね。恐竜じゃん。メロンじゃん。ゾイドにいそう。トビヘビは飛んでる姿がおかしい。これもうワイヤーアクションだろ。後半浮遊しているじゃん。めっちゃ笑った。ヤモリくん、我が家に現る。かわよい。ゴキブリとかハエとかカとか食うよ。手足のピタって感じがかわいい。ヤモリは家をイモリは移動、タモリは田んぼを守ってくれるから、大事にしないと。タモリは初耳だわ。もっと暑くなってから現れる印象なんだけど早いな。犬か猫がいなくてよかったな。頭に降ってこなきゃ文句ないんだが、まあ降ってきても別に殺しはせんが。まあ話し飼いでいいよね。うちの虫片っ端から食ったら出てくよ。ゴムとかの素材でできたおもちゃみたいだよなあいつら。トカゲの喧嘩、激しすぎる。クソ痛そう。グールドかわいい。首元がぐっと噛んだら終わりそうな気がするけど、それは一応暗黙の了解でなしなのかな。グラップラーだな。セミの実況が騒がしい。トカゲってこんなにでかかったっけ？爪とか牙とかあるのか？喧嘩はゆっくりなのに走るの早すぎ。頭が高い方が勝ちみたいなルールなのかな。全く噛まないの優しいね。ヘッピ、グエ診断を。かわいい。なんやこれ。かわよ。かわよ。ギシ。ダフリシンってやつやな。なかなかの演技派やな。こいつ毒ないんか？ハムスター驚かせると死んだふりする。そのまま本当に死ぬのもおる。ヤマカガシ？爬虫類って可愛いよな。シシバナヘビちゃんやん。南米のアナコンダ、ガチででかい。お前らの想像の3倍はでかい。1.5 倍くらいやな。いや話せや。そもそもどうやって捕まえられたんだ。楽しそう。これ捕獲できたら高く売れるんちゃう。 B 級映画やん。こら正規陽キャ。このレベルならスト食えそう。ジョンボイトがマスつかれるやつで、アナコンダにパワーが効いてる。おっちゃんすごくね。まっすぐ力が強いだけで引っ張る力は細弱いやろ、ヘビって。バカ笑いしててくさ。楽しそうでくさ。太いのはなんか食ったから挟まれて激おこなヘビさん。そりゃ怒るよな。人かすが悪い。なんでお前が生きとるんや。アメリカで見つかった撮ったカメ、完全共有。おっさんみたいなカメが。どうだめにする、シンポイ。フロリダスッポンか。カミツキガメらしい。カミツキガメっぽくないけど。でかすぎはロチャ。何言ってんだよ。恐竜ばかりだったらしいぞ。意味わかんないだろうけど俺も意味わかんないよ。地上にいる恐竜は生きれなかった。食べたやつだけ助かった。太っても甲羅は太らないから。
バスの作ってる状態。もう着ぐるみじゃん。これ頭は甲羅の中に入るのか。足が横に生えてる時点で恐竜っぽさはまるでない。でもは人間にされそう。よし、いやー、海にサメがいる。どごー、殺意しかないやんけ。まさか海にサメがいるなんて。人の味知ってないとここまで来ないやろ。怖よ。でっか。海中でサメに遭遇したらなすすべなく食われるやろな。怖。カメとか大型魚だと勘違いして噛みつくらしい。海面で日光に照らされたものを水中から見ると全く判別つかんからな。怖すぎてくさ。サメかっさ、カシレになりたいのかい。サメちっちゃ。カヌーレベルやん。わい、こんなん失禁するわ。サメ強すぎてくさ。シャチはこれより強いってどんなレベルやねん。弱ってるクジラに見えるような、しょぼい船使う人間側が悪い。怖すぎやろ。ゲームみたいに動くな。サメは人間を餌と勘違いして噛みつくだけで本来無害な生き物だからな。来たせたまやん。でかすぎる。ビーバーさん、人骨で巣を作ってしまう。ムーっぽい。日付新しくて草。怖い。カメラ目線の骸骨で草。ビーバーの安いこらやめろ。ゾンビーバーとかならやりそう。これガチらしいな。人骨どころかビーバーも合成だろこれ。今日のダーウィンが来た、ビーバー界だからこいつ出るかもしれんな。要塞のようなダムの中にビーバーは巣を作るのだが、半切れ。頭蓋骨に対してビーバーのサイズがでかすぎて草。これがゾンビーバーですか。ワニ、歩く。ボディガード付きとはビップ待遇だな。邪魔したかっただけ。戻ってくるんかい。これは赤ん坊だね。この鳥さんは生まれた瞬間にワニを見てしまったので、ワニを母親と思っているらしい。走るじゃん。釣るのワニ返しか。ドラマチックだな。ワニって張ってるイメージだったわ。かわいい。休日のお前らみたいなカモの橋、撮影される。無駄に高画質。自然界でこれやったら大したもんすよ。野生とは。おっさんやん。かわいい。こいつ鍵爪に毒あるのに自分書いて大丈夫なのか？思ったわ、自傷して毒で死にそう。調べたら毒あるのはオスだけらしい。こいつの性別はわからんが。なめんな。平日でもこうだわ。自分の毒で死ぬ動物はいないぞ。友達になれそう。わろた。カワウソさん、ハーゲンダッツの蓋が気に入ってしまう。レディーボーデンやないかい。カワウソってあざとくて可愛いと思えんのよね。まだ成獣ではないな。ラッコやん。でもトイレとかも覚えないんやろ。カワウソって物食う時の視線が謎よな。斜め上見とる。重力使わんと飲み込めないんやない。こいつ買えるんか。スーパーカップの蓋与えて食いつくかどうか見てみたい。こいつ鳴き声うるさいし甘えたがりやし、買うのくっそめんどいやろな。レディーボーデン昔ハーゲンダッツのパチモンやと思ってた。カワウソって生臭さ半端ないんやけどよう買えるよな。よく見たら下の歯が抜けなくなってるやん。カワウソってビジュアルが現代人好みなだけで割と気性荒いのよね。カッパの正体やし、うんちも相当臭いんだよね。こいつらペットボトルの蓋大好きやで。アイスの種類関係ない。これじゃカワウソじゃなくてカワヨやん。ワニさん、餌がうまく食べられなくて拗ねてしまう。何時民拗ねてて草。ワニって懐いたりせんやろ。個人を記憶&仲間認識はできる。こいつは食ったらあかんやつやわとかレベルの機能あるんか。たまたま横切った仲間の手食いちぎる外人もいるしな。通覚ないから平気ってマジなんかなあれ。
ごつすぎ。かわよ。ねえ、どこ見てるの？絵に描いたような緑色のワニっておるんやな。だいたい灰色なのに。苔生えてるんやと思うで。怖すぎるやろ。恐竜みたいやな。いつか食われない？こういうの。熊飼ってる人もやられてたけど。カエルさん、とんでもないところに侵入してしまう。かわよ。気持ちよさそう。脅かすのもかわいそうやな。かわよなんだ。室外機ガチ勢かカエルオタク、どこの国かわかる？照れれるんか？空耳アワーみたいなカメラさんやめろ。見た感じたいや。ヒトカス、トカゲが網に挟まってる。助けなきゃ。優しい。くさ。まぬけすぎる。爬虫類なんてこんなもんよ。パニック状態やっしゃーない。穴にはまる羊もあったよな。尻尾じゃないところから切れるのかとヒヤヒヤしてたわ。そして草。草生える。そうはならんやろ。アホで草。イキリメンさん、蛇を手づかみにしビビり散らかしてしまう。深夜だからめちゃくちゃ笑った。ビビった。いや、そっちかい。猫、暖かい。いい表情しすぎだろ。毛皮でも火傷しちゃうからもうちょっと離れようねー。こたつで丸まらない時代到来。あん、かわいい。ちゃんと対策しなきゃ肉球火傷するぞ。どういう体勢になっとるんや。この腰つきがたまらんな。あったけいって顔してる。猫食う、あったけいにゃ。仕草と表情が完全に人間だ。かわいい。幸せそうな表情してるのがいい。猫のサンタコスかわいすぎわろた。ちょっとうちの屋根に煙突つけてくる。プレゼントは猫ちゃん決定。プレゼントいらないから来てください。物言わぬ困惑が見える。なあもだえ。みんなに幸せ届けるにゃ。キャワタン。完全に斜め上だった。さ、サンタニャン、靴下の中に美味しいカツオ節入れておくので食べに来てください。ニャンタクロース来てくれるならクリスマス中止にならなくてもいいや。大歓迎。